はい、ハワイ買い付け商品ですね、こちらカニレアのソプラノロングネックっていうやつですね、14フレットジョイント、ここですね。通常12フレットが14フレットになってて、まあ、現代版の、フィンガーピッキングも対応できてる、モデルということでございます。そこまでは古くないと思うんですけど、やや古い、モデルでございます。もちろんこちらオールコアかな、ネックはこれマホガニ使ってんのかな、いやコアだなこれな、コアかね。今ね、お店の酒井さんと、話してますけど、コアだよね、なんとなくね、表記上はないけどこの時代のやつはコアが多いから、まあコアだね、この辺を見るとね、コア、コアネックに、コアフィンガーボード、そしてコアブリッジ、このブリッジはなかなか見ない珍しいタイプですね、貝がここについているタイプになってまして、木目もなかなかいい感じですね。はい、そして、塗装が若干この辺少し、まあ、使用感があってウェザーチェックが軽くあるのが、まあ、こいつの特徴かな。でも全体的には塗装とっても綺麗で木目がいいですね、これは。なので、おすすめができる、モデルかなといった感じですね。まあ木目がよくっても色がね、薄いと結構こうオーラがないんだけど、やっぱこんだけ濃いととってもオーラ感が伝わっていいと思いますね。まあハワイアンコアの、まあ、一つの魅力だと思いますね。まあこういうモデルって結構好きなんですね。まあちょっと弾きましょう。弦高とってもね、ネック感はまっすぐで低い、とにかく低い。強くバシバシ弾く人はビビっちゃうぐらいの低さ。力がないって思ってる方とかにはちょうどいいんじゃないかな。弦張り替えたばっかなんでね、あんまりチューニングが申し訳ない。とっても弦高の低い、こちらのモデルですね。カニレアの、型番はモデル K1 ということで、ソプラノ14フレットジョイントオールコアモデルですね。こちらハワイ買い付けの、品となっておりますので、ぜひ、お問い合わせお待ちしております。タンタンでした。バイバイ。